おはようございます。梅垣真由美です。今日は土曜日です。出勤する前に撮っています。あまり時間がないので、少しもし言い間違えても止めずに、撮り直しせずに、そのまま一本でこの動画撮影終わりますので、ご了承ください。最後まで聞いてください。今日は眠りが浅いという、眠りについてのお話をします。眠くなってからお布団に入ってすぐに寝ついたにもかかわらず、トイレに行きたいわけでもないのに目が覚めてしまう。そして考え事が頭から離れないまま、頭の中で堂々巡りしながら夢うつつの中の状態で朝を迎えてしまう。いずれも熟睡したとは言えません。心身を活発化してくれるのは、あーよく寝たと起きた時に思える寝覚めの充実感です。そこで次のお話ですが、東洋医学では睡眠の質は血の巡りで決まると考えます。昼間は活発に、夜は静かに気血が流れてこそ健康な体です。蛇行という生薬なんですが、香りのある蛇行は気血の巡りを整えてくれます。ぐっすり眠れるかなという思いがよぎったら、それがもうすでに睡眠ストレスっていうことになります。よく眠れませんとか、眠れる薬ありますかとか、病院のお薬が足りないんですっていう相談の方多いです。でも本当に眠れないのっていう人はごくごくわずかだと思いませんか？なぜかっていうと、朝目が覚めるからです。朝目が覚めるっていうことは寝ていたっていう証拠にもなります。眠りについて少し違う方向から、自分の気持ちをあまり苦しく感じさせない眠りっていうふうに思って、気を楽にして夜を迎えてみるのもいかがでしょうか。今日はこれで終わります。ありがとうございました。京都女性漢方の松宮局、梅垣真由美でした。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。実は100人登録を目指していたんですが、この間超えました。ありがとうございます。またその100人達成のお礼動画は後日あげたいと思いますので、それもぜひ皆さんまたサムネをチェックしてください。よろしくお願いします。今日のお話ですが、この求心製薬の、今に生かす伝統生薬、ここからお話をさせていただきました。ありがとうございます。